サイバーエージェントウィンチケットウィンチケットは、株式会社ウィンチケットによる、競輪、オートレースのインターネット投票サービスである。ウィンチケット略されることもある。なお、株式会社ウィンチケットは、サイバーエージェントの連結主会社である。2019年4月2日にリリース。ウィンチケットのリリースに合わせて、インターネットテレビ局、アベマ TV にて、 競輪チャンネルが解説。競輪チャンネルからウィンチケットへの投票ボタンがあり、連動した様々なキャンペーンも不定期で開催されている。なお参入にあたっては、親会社のサイバーエージェントから、全国競輪志向者協議会に対して、投資回収後に委託料率を引き下げる意向が示されていることが明らかにされている。 2020年1から3月期の取扱い高は35億円。サービス開始から四半期ごとに取扱い高を売買ゲームで増加させる伸びを示している。2020年5月7日、新たにオートレースのネット投票に対応したことを発表した。なお、当面、アンドロイドアプリは期待応となる。また、同時にサービス名をウィンチケットから。 ウィンチケットに変更している。代表の佐野智博は、アベマリ輪、オートレースチャンネルのプロデューサーも務める。なお、2020年に、平塚競輪場で開催された、リ輪グランプリ2020のメインコンセプト、メインポスターの制作を担当した。車検の販売は、パソコンスマートフォンからインターネット経由で行われる。車検を購入するには、事前に、登録並びに、 ポイントのチャージが必要である。ポイントチャージは、クレジットカード、ネット銀行、ペイ、イージー、アップルペイ、払い戻し金、ペイペイ、メルペイ、ラインペイ、au ペイ、t ポイント使用のいずれかで可能。一度チャージしたポイントは、車検的中止ない限りは現金化されない。例えば銀行口座から1万円をチャージし、1000ポイント購入して9000ポイントが余っても、 残額を現金生産することは不可能。また、ポイントの有効期限は180日で、期限内に購入しないと、ポイントは無効になる。当初は未対応の場もあったが、2020年4月全場に対応した。2020年5月の発売開始より全場に対応している。ありがとうございます。